で石見銀山の遺跡が開発される背景というのはです、ね、実はこれはあの日本国内の問題ではなくて実は世界的なです、ね、銀需要と深く関,関わっているんですねで、まあ、鉱山って例えばです、ね、山に銀鉱石があれば直ちにそれは鉱山開発として開発が行われるかというと必ずしもそうではないんですねで鉱山業というのは実は経済活動なんですね。 したがって需要とと供給のの関係というのが当然そこにはあるわけですだから需要がなければですねいくらそこにたくさんの銀鉱石があっても開発されないわけですね。で16世紀に突如として銀山が開発されるのは実は16世紀っていうのが日本だけじゃなくて世界的にですね銀の需要が極めて高くなってくるそういう時代なんですね。でまあご承知のように16世紀 まあ15世紀末からです、ね、ヨーロッパのイベリア半島のスペインとかポルトガルそういったところが大洋に進出して、まあ、コロンブスの、ね、新大陸の発見に代表されるような地理上の発見を次々にやっていくわけですけども要するに大航海時代いいうのを迎えていくわけですで大航海時代によってです、ね、どうなっていくかというと今までヨーロッパはヨーロッパとして自己完結した世界を形成している。 でアジアは中国を中心としたその自己ある程度こう自己完結した世界を形成しているわけですね。でアメリカアフリカもそうなんですね。でそういったような個別の経済圏っていうのがですね大航海時代を通じて一つにつながっていく要するに世界市場っていうのがですねそこで生まれてくるわけなんですね。そそれ以前っていいううのはです、ね、そういった まあ、ヨーロッパとアジアというのはつながってもアジアと南米というのはつながることもなく南米とア、ね、アジががつながることともな,くなかったわけですねところが大航海事業を通じてです、ね、地球規模で一体化していく、まあ、それによってかつてない規模で,です、ね、人や物が大きくく動いていてわけなんですねでその中で例えば大陸間同士で交易、ね、が活発になってくるわけですけども当然です、ね、そこに何が必要となってくるかっていうと 通貨っていうのが必要となってくるんですねで金だっていいと思うんですけども金は確かに希少価値はありますけどもご承知のようにあんまり取れませんよね絶対量がないわけですね。で銀はそれに比べてどうかっていうと希少価値がありなおかつ流通に耐えうるだけの量があるわけなんですね。でそこで一躍銀っていうのが国際通貨としての地位を獲得していくようになるんですね。 でそういったような銀需要に刺激されてですねどうなっていくかっていうと南米では今年銀山メキシコのですね、サカテカスとかガナファトっていうのが開発されていくんですね見ていただいた1545年1546年ですねグアナファトが1548年ということですね大航海時代以降です、ね、急激に銀の需要が高まっていく中でこういった南米の鉱山っていうのは開発される。じゃあ日本はどうかっていうとですねちょうど同じ頃なんですよ 1526年に石見銀山が開発されて佐渡や生野銀山大銀山と言われている佐渡や生野銀山を実は1542年なんですね。でこういったのは決して偶然ではなくてですね先ほど言いましたように世界的なこう銀需要っていうものがあってその大きな流れの中で実は日本のこの大銀山も開発されるっていう話になっていくわけなんですね。でこれは 先ほど言いましたように鉱山業というのは経済活動ですからちょうどこの時期需要銀に対する需要がものすごく高まってくでこれはですね日本ではなくて実は中国なんですねで中国ではですね当時明王朝と言われていますで明王朝は実は14世紀以降ですね元々もともと明という国はですね 租税はですね現物穀物で納めなさいっていうそういう制度を取っていくんですねですからそもそも銀を最初から使っているわけではないんですねでところがある時期から税制も銀能に変わっていくでそういった背景っていうのはですね何かっていうことなんですけど一つはですね貨幣政策の失敗っていうことがありますで先ほど言いましたように民はですね当初から税制は穀物 のっていうのをまあ原則にするんですけどももちろん貨幣はですね銅線っていうのを使うんですねでそのためにですね1361年にですね皇帝はですね南京当時首都は南京ですけどね南京に方言局っていうのをまあ作りましてその銅線を大量に作ります1368年ではですねこの鋳造高っていうのはですね8900万文という。 だからまあ相当な量ではあるんですけども実はですねそうででもないんですよ。それはなぜかというとここにありますけれどもその2年後にはね2億文ほどの銭を作るんですけどもしかしですね北宋の時代の実は5分の1しか2億文作ってもですね実は北宋という前の、ね、だいぶ前の時代よりもあまりね銅線を鋳造できなかったんですよ。 それはなぜかっていうと中国そのものは銅山たくさんあるように見えますけどもねもうこの時期銅資源というのは枯渇してるんですよだから銅資源がないので大量に銅線を作るっていうのはなかなか難しかったんですね。でそこでどうしたかっていうとこういった大民商法っていう紙幣を発行すするんですよ1375年に紙幣を発行するんですけども基本的にはですねこの紙幣そのものは いわゆる打感紙幣なんですよ。つまり、それを持って行ったら銀に交換できるんですね。で、ところがですね。どの時代もですね。同じようなことをやるんですよ。何かというとね。大量発行するんですよ。で、中国は南京からですね。北京に遷都するんですね。で、そういう関係でですね。このものすごくお金が必要となるので、そこでね。こういった賞を大量発行するんですね。 でさ,さらにですね、まあ、いわゆる土木工事なんかもやりますのでこういった賞っていうのを大量発行するわけですねでその結果どうなるかっていうとですね実はね当初は打艦紙幣だったのが俯瞰紙幣化するんですそれはなぜかっていうと先ほど言いましたようにどうもそうなんですけどもいわゆる打艦準備のための銀っていうのがなかったんですよ。だから大量にどどどどんどんどんん こういった賞を発行するんですけれどもそれを引き換えるだけの銀を国家が保有しなかったためにこれはたちまち俯瞰しへかしちゃってそのためにですねこの賞の信用っていうのはかなり失墜してしまうわけなんですね。でそうするとですね人々は一体何にね注目が集まるかっていうと安定した価値のあるものっていうことで銀に皆さんが注目していくわけなんですね。でそういうよういよな背景がある で2つ目は何かっていうとですねこれなんですよ軍事費の増大ということですねで中国はですね実は建国当初からこういう問題に悩まされてます北陵南話って言うんですねで南話っていうのは何かと言いますとこれ倭寇なんですね,日本ね東シナ海に倭寇っていういわゆる海賊みたいなのがね えー、たくさんいますのでその和光に対するその問題というのは中国は建国民の民王朝はですね建国当初から大きな問題を抱えている民もそうなんですね漢民族を建てたの国と言いながらも北方から遊牧民族がものすごい勢いでアタックしていくわけですねでその問題が実は中国の中で極めて重要な問題としてあるわけですねそこでじゃ民の政府は何したかというとこれなんですよ。 万里の頂上です、ね、明の時代に実は万里の長城というのは最も整備されていくわけですねでご承知のようにこれ世界遺産になっていますよねでこの万里の長城っていうのもですね実は明の時代に整備されていくわけですけど北方の遊牧民族対策にやってるわけですねでさらにですね北辺っていう中国の北の方に大量の軍隊を派遣していくわけなんですね でその大量の軍隊を派遣していくわけなんですけども最初はね彼らは、えー、一体どうやって食料とか給料を賄ってたかっていうとですね実は穀物なんですよ農民たちが国家に対して先ほど言いましたように穀物で税金を納めるという話しましたけどもまあ軍隊にですね実は その指定された地域は指定された軍隊に対してですね穀物を直接納入しないといけないんですよところがですねこれ大きな問題あるんですよ中国ってものすごくあれでしょ大きな国ですよねだから中国の南の方から北の方にね農民たちが穀物をね実際自分たちでその送ろうと思ったらものすごく実は大変なことなんですよまあ 例えればですね。北海道からね。沖縄まであるいは沖縄から北海道までそういった、えー、軍隊のための税としての穀物を送らないといけないんですよ。で、その負担が相当だったもんですから。次第にまあ、銀に変わっていくわけなんですね。銀を送るっていうような銀で収めるっていうシステムになっていくんですね。まあ、要するに軍事的な問題軍事費のですね。増大によって実は？ 銀というものが大量に必要となったっていう話なんですねで、ところでですね岩見銀山で銀生産が1533年を契機に大変ね活発化するわけなんですけどもここで考えていただきたいのはまだね実は日本国内では銀が貨幣として十分使われてないんですよですから銀山で生産された銀が国内に流通するよりも先に 朝鮮半島に行くんですよ1540年和銀が流布して支店に従人しね不敬の人公然と一人のもたせる人は3000両をくだらないって言うんですね和銀が流布してね支店っていうのは市場にもう満ち溢れてるって言うんですよ。でさらにねこれなんかもそうなんですけど朝鮮では和銀の流入っていうのをね 禁止しよううという動きをすするんですけれども和銀のねそのいわゆる貿易を禁止するのは効果がないので公貿易を増やしてね私貿易を禁止するっていうようなことでこれねかなり大きな議論になっていくんですね。でさらに1542年には日本は銀を大量に有しているとかねでさらにここのところ注意してください。日本国王のの、ね、使いいである安心という 人が僧侶はですね銀8万両を朝鮮に持ってって貿易を要求するっていうことなんですよ。で実はこれもね李調実力の中で大変ね国家ね議論されるんですよ。これをね認めれば大変なことになる。でなぜかっていうとですね当時銀を通じて朝鮮から木綿が日本に、ね、輸出されるんですよ。で当時木綿っていうのは朝鮮では貨幣と同じような役割を果たしてますから大量の 木綿が国外に流出するっていうのは経済的に大きな問題。でさらに朝鮮に銀が流入するとですね、中国に銀を供能しないといけないっていう問題が出てくるんですね。でそこで中国朝鮮の国内では銀の輸入日本銀の輸入っていうものがね大きな問題になってくるんですね。でやがてこの銀の流れっていうのは中国に向かっていくんですね。 で中国にの方の人たちもですね日本の銀の情報を聞きつけてくるんですねそうしますとね大体1540年代以降中国の人たちが日本の沿岸にですね東に覇が九州の沿岸にですねたくさん集まってくるんですねで実はこういう人たちを何て言うかというとですね中国は建国以来ね解禁政策をとってるんですよ。 民間の人たちが貿易するっていうのを禁止してます。だから貿易はいわゆる朝貿貿易以外は一切ダメだっていう姿勢を取っているんす。で、そのために中国の南の方の商人たちはこういった和行という形で東シナ海に進出して、そういう人たちが実は日本の銀のね大きな二内輸出の担い手になっていくわけなんですね。 でここで思い出していただきたいのは実は和光っていうのは最近の研究ではですね昔はね日本人だって言われてますけれども後期和光っていうのは中国人を中心として実は多国籍的なな密貿易の集団なんですよで。その中には日本人もいれば朝鮮人もいれば東南アジアの人たちもいるでそこに実はポルトガル人が入ってくるんです。 ですから、和光のネットワークの中でポルトガル人が活躍していく、でそのネットワークを通じて、実はポルトガル人が日本に漂着。ですから、先ほど言いましたように、この銀の貿易の担い手っていうのは、東シナ海で活躍する和光って言われる人たちなんですね。で、その和光の人たちがの中にポルトガル人が入って、やがてですね、日本の銀の大きな輸出の担い手になるのがポルトガルなんですね。 でポルトガルっていうのはマカオに、まあ、いわゆる中国、民からです、ねえー、居住権を認められてそこを拠点としながら中国と日本とのいわゆる中継ぎ貿易をやっていくんですね。これなんか不思議な絵でしょ。ね。南シ武ー図っていうんですけども不思議な絵だと思いませんこれがですね世界地図なんですね。 本庁から天竺これは仏教的な世界観ですね要するにこの3つの国によって世界が形成されているっていうのが実は古い時代のの日本の世界観でところがポルトガルやヨーロッパとの交易を通じてこういった世界観がどう変わっていくかっていうとこういうふうに変わっていくんですね。 でこういうヨーロッパとの交易を通じて日本人がこういう世界地図を目の当たりにしていくわけですね。でそこでさっき本朝から天竺以外にアフリカがあるヨーロッパがある南北のアメリカがあるということを認識する要するに地球規模の世界というのを石、ね、見銀山の開発そして銀の流入、まあ、いわゆる銀貿易を通じて日本人が認識するようになるんですね。 ですからそういう意味で日本人の世界観がやっぱ大きく変わっていくっていうのもねあのすごく石、えー、見銀山が果たした役割の中での重要な一つではないだろうかっていうふうに思ってます。でこれは先ほども見ていただきましても「ティセランの日本図」ですね,ねここに石、えーね、見出雲っていうのがあって、ね、ラテン語で銀行山っていうねアルゼンチンっていう国がありますよね。 あれはあの実は銀っていうのを意味している国なんですね。ラプラタって、ラプラタ川ってありますよね。あれも銀なんですね。あれはスペイン語なんですね。でこれもあのアルヘンティーナって書いてあるんですけども、要するにこれも銀なんです。これはラテン語なんですね。アルゼンチンというのはこれもラテン語で銀のことなんですね。でこれを同じように銀鉱山というふうに書かれてあるということなんですね。でもう一つ重要なのは、この、 先ほど言いましたように銀山の銀が生産されて世界をね特に東屋で,で重要な役割を果たしたっていう話しましたけども世界遺産はそれだけじゃダメなんですよねそれだけ、まあ、要するにそういった高度な歴史性があるっていうだけじゃなくてそれを物語る遺跡が残ってるっていうことが重要なんですよ。で石見銀山はまさに その先ほど言いましたように大航海時代に日本の銀が世界を駆け巡ったみたいなようなお話のそのまさに原風景が銀山の現地に残っているわけなんですね。